こんにちは、デリッシュキッチンです。えのきともやしのシャキシャキつくねを作ります。えのき1/2袋は根元を切り落としほぐしておきます。1センチ幅に切りましょう。ボウルに鶏むねひき肉 200g、 えのき、もやし 1/2 袋を入れ、溶き卵1個分、酒大さじ1、醤油小さじ1、おろし生姜小さじ1、片栗粉大さじ1、塩コショウ少々を加え、粘りが出るまで混ぜます。6等分にし、小判型に成形しましょう。種が柔らかいため、手で成形しづらい場合はスプーンを使ってください。フライパンにサラダ油大さじ1を入れて熱し、種を入れ、中火で 2、3 分、焼き色がついたら裏返します。蓋をして、肉に火が通るまで弱火で3分ほど焼きましょう。酒大さじ1、みりん大さじ1、砂糖大さじ 1/2、醤油大さじ1を加え、全体に絡めます。お皿に盛り付けて完成です。ぜひお試しください。